できないなら言葉になんてしなくていい。その時が来るまでうまくいきたい。誰でも思うから、道に迷って遠回りして、結局たどり着けなくても、計画は立ったらいい。先は見えない暗闇だけど、今日まで生きられたね、この冴えない毎日を。投げ出したくなるような仕事も意外と平気な顔して、誰にも褒められることなく健なげに生きてく世の中だけど、悪くないかもって思えるかどうかが運命を大きく動かすかもしれない。そうやって開き直ってまた朝を迎える。新しいもの作るのなら、覚悟と勇気持つことから、まず始めればいい。好きなことをして生きていく。面と向かって言えるのか、あなたのため生きる人に。計画はやり直し、同じことの繰り返し。何度だってやめてやるって叫び続けたけど、泣きたくなるような世界で個性は消えてゆく気がして、誰にも理解されなくても誰かがうなずいてくれるのなら、悪くないかもって明日への光を見出して、自分のための人生だってずっと心の中に忘れないように。呆れてしまうほど自分を傷つけることしかできなかった。この一年にさよならなんて言わないよ。泣きたくなるような世界で個性は消えてゆく気がして、誰にも理解されなくても誰かがうなずいてくれるのなら、悪くないかもって明日への光を見出して、自分のための人生だってずっと心の中に忘れないように。投げ出したくなるような仕事も意外と平気な顔して、誰にも褒められることなく健なげに生きてく世の中だけど、悪くないかもって思えるかどうかが運命を大きく動かすかもしれない。そうやって開き